はい、今日はですね、令和5年9月7日木曜日のね、18時22分を回りました。まあ、本当は1時間ぐらい前に、まあ、パチンコ終わってんねんけど、ジャグラー終わっててんけど、ちょっとラム行って、 ラム行って買い物して帰ってきた。ラム行って肉買うてきたから、肉。今から肉食べるの、肉。ね。今日ね、なんか眠とうてね、朝起きたけど、ちょっとね、酒飲んで、ちょっと寝て、昼起きたけど、風呂入るまでダラ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 してたら、結局風呂入ったら4時前。家で4時過ぎ。パチンコ屋ついて4時半ぐらい。まあね、今日は13、11の8かな。ビッグ11、レギュラー8の210ゲームですやれてたね。5144分の1ぐらいの、設定4ぐらいのやつね。パッと座って1000円でペカ。1000円でペカって。よかった、1000円でペカって。10何ゲームでペカったわ。13、14ゲームかな。ビッグ。あ、じゃあ、レギュラー。またレギュラーかよ、思ったら、11ゲームでね、レインボー。そっからもう一回ビッグ来て、レギュラー来て、とりあえず4連し。勝ち確やな。次すぐ来るかな。116ゲーム来て、ここ来たんじゃん、今日勝ったんじゃん、このレギュラーって。その次227ハマって、もうやめて帰ってきたけどね。総投資が1000円、回収が5500円ね、4500円プラス。3連勝、今月3連勝、今月すでに3連勝、3連勝、1万4500円プラス。先月から引き継ぎ10連勝ぐらいしてんじゃんか、知らんけど。数えてへんけど。10は言い過ぎやけど、8ぐらいはしてると思うぞ。もうとりあえずね、連勝じゃない、引き分け込みの負けなし、負けなしが8回続いてるぐらいかな。負けんようにだけね、気ぃつけて気ぃつけて、もう財布なんかも減らさないようにね、もう1万円とか突っ込んだらもうやばいから、もう無理だから今。で、あの台、武道館あるから設定4やな、思うてて、パッと見たらもう次のやつビッグ揃ってたわ。今データ見たらもう4連しとったわ。6やな、あれ。6やな。もうしゃあない。ということでね、明日から夜勤なんで、明日から夜勤さん連勤なんで、まあ、明日も行けへんし、土曜日9月9日のゾロ目の日どうしようかな、やめとこうかな、10日日曜日でしょ、11日月曜日からまた4連休やけど、11、12やめといて、13ぐらい行って、14はもうゆっくりしよっかな、もう行けへん、もうそんな行けへん、もう行くだけ、もう行けば行くだけね、しんどいから、もうお腹痛なったから、もうビクビクしながらさっとにお金入れるの嫌なのよ、もうね。これね。まあ、勝ってるうちに帰ってくるとね、ジャグラー負けないっていうことで。楽しいな。レクサス買えるぞ、これ。とりあえず、これ返そう。これかレクサス買う前にこれ返そう。あと42万か。果てしないな、42万。1日3000円買って42万で140回買った中に、ね。俺、残り140日あるな。ないわ、もう。10、11、12、9月がもう10日終わってるやろ。100日しかない。もう無理やん。毎日3000円、4000円買っても、もう追いつけへん。ね。ということでね、負けないのが一番です。ありがとうございました。ちょっと酒飲んでお肉食います。さよなら。ああ、じゃあ、やるら簡単やわ。やるら簡単。